チーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。はい、おはようございます。まずここからね見てもらおうかなと思いますけどね。これからは、はい、ルルちゃん、あれまだ怒ってんの、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、ちょっとこれ入りにくいんじゃん。こっちにポンつけとこうか。こっちから入る。はい、みこちゃん。みこちゃん。どうしたの？あれ。あれ。みこちゃんも出たそうにしてるらしいからね。はい、みこちゃん。あれ。これまだ食べてないな。まだ食べてないね。この子、ねねちゃんはこれが好きやいうことで、今ちょっと与えてます。昨日から与えてるけどね。え、ねねちゃん、かわいい顔してんのお前。ちょっと目の前に置いてたろな。はい、食べときね。はい、みこちゃん、トイレはね、あのおしっこ、あの大量にしてるようなことをヘルプさんが聞いたんで、シートも変えたいうことでね、おしっこはあれけど、まあ、この玉ね、匂いでちょっとあのいろいろあるんかもしれんからね、またちょっとトイレを交換したりね、いろいろ砂、もともと砂を使ってたって言うてはったから、ちょっと砂にをね、に変えたりちょっと考えようかな、またね、してます。匂いつきはそんなにね、やっぱ良くないっていうこともね、聞いたんでね、ちょっと匂いつき、まあ、あのもう一個の方も匂いついてるからね、シャンプーの、あの細い玉の方もだから、ちょっと砂に変えた、もともと多分確か自動トイレをね買うた言うてはったから、砂の方がいいんじゃないかな思ったりね、ちょっとトイレ変えようかな思ったり、まあ一応おしっこは出てるいうことでね、あの確認はできてんやけどね、やっぱり好きなトイレの方がええかな思ったりね、もうちょっとね。はい、こんな感じで、あ、シュー太郎くん、まあ、ちょっとね、今日ね、足らんかもな、なんでやると今さっきね、そこパッカーンって開いてね、出ていったやつを思うんですよ。だからちょっと人数、足らないかもわからんです、今日。誰が出たかわからんしね、わからんからね、一応確認。ね、はい、きのこちゃん。ね、これで、ととちゃん。誰か出たんかな、サブコロちゃん。ここらはいつも通りね、はるちゃん。ね、これで、マイルドちゃん、ね、ふんちゃん、それでしゅうたろうくん、ね、これできたろうちゃん、え、これで8ちゃったかな、1、2、3、4、5、え、なんかややこしいね、1、2、3、4、4、5、6、7、8やね、8、これで左で9、ひなちゃんで9、これでシャークちゃんで10で、これでマロンちゃんで11、あの子がいてないね、なんだ、ま、エルマちゃん10人やったかな、 またややこしい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、え、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ね、11、エルマちゃんがいてないね、エルマちゃんが今出てきて、あ、ここなの、12、あ、エルマちゃん昨日からここずっといてんだから12ね、これ12、まあ、誰や
で13、ね、13ちょっと早くなってるけどね、13ちょっと確認したいからね、13 14 15、スジちゃんがいてないんちゃうかな、スジちゃんが出てったんか、ひょっとして、これスジちゃんか、あ、おんねん、16、誰が出てってんだっけ、ちょっとエルマちゃん昨日からあそこにいてそうな感じがある、ちょっと出さなあかんね、ちょっと出しますね、はい、こんな感じ、確認ができましたね、誰やってるの、誰できよったの、シャークちゃん、ね、でマロンちゃん、ね、はい、キタロウちゃん、ヒライちゃん、モノはねもらえるとこだけやね、これちょっと出すな、ちょっと、ね、ここ、あ、なんか取ってんの、こんなやつ取っとんね、ホールのやつ、どこのやつや。コードなんて取っとんねん、はい、ちょっと取ります、エルマちゃん持ってるかな、ちょっとこの後ちょっと出しますね、エルマちゃんちょっとここにずっと取ってる具合があるから、このコードのやつはどっから取ってんのね、これ取れるわけないけどね、どこやろ、あ、線も抜いてんね、あれのね、ちょっといろいろやりますね、はい、こんな感じで、あ、もうちょっとね、はい、と、これね、ちょびちゃん、ね、はい、ランちゃん、これちょっと映り悪いから、ランちゃんとちょびちゃんもここにいてます、ね、あ、それルパンね、ルパン、もうね、ルパンちゃんね、はい、それで、ね、スジちゃんがこっち、もう一回ね、ちゃんと写しておきます、はい、スジちゃんね、こんな感じでね、今日も一日よろしくお願いします、はい、ミキちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。